三笠鉄道記念館は、北海道三笠市の三笠鉄道村内にある鉄道を中心とした博物館である。三笠市が設置し、指定管理者の三笠振興開発株式会社が管理、運営をしている。北海道で最初の鉄道として1882年に開業し、特定地方交通線として、 JR 発足後最初に廃止された北海道旅客鉄道ホロ内線を記念する三笠鉄道村の各施設としてホロ内線の終着駅であるホロ内駅跡地を活用し1987年9月6日に開館した。北海道で使用された鉄道車両や貴重な鉄道資料、交通、単行関係資料等を保存する。開館前には本施設を核として 博覧会、北海道交通科学博覧会が1987年の開催予定で計画されていたが、施設の建設遅延により中止となっている。S-304 小型蒸気機関車が2両の2、軸化車改造のオープン型の客車を引き、300メートルのコースで往復運転を行う。料金は1歳、以上1人300円。 車両の多くは JR 北海道よりの太陽である。蒸気機関車、電気機関車、ディーゼル機関車、機動車、客車、貨車、講座に用、車両クロフォード公園ミカサ鉄道記念館の文館的位置づけの鉄道公園施設で、ミカサ市街地の南部、旧ホロ内線ミカサ駅跡にある。こちらにも、北海道で使用された鉄道車両が生体保存されているほか、 旧駅の線橋とホームが保存されている1990年に、ホロふ太市駅の駅舎復元が完成した。公園の名称は、北海道開拓市顧問として、関営ホロ内鉄道建設を指導した、アメリカ人技術者、ジョセフ・ユリー・クロフォードにちなむ。ホロ内線の廃線後の東公園から 2.5km の区間を整備して、 2010年4月29日に三笠トロッコ鉄道がオープンした。ここでは軌動モーターカーや軌動自転車が運転されている。ありがとうございます。